はい、今日はね、この方の BMW ですね、の、後ろのナンバー灯がもうだいぶ光んないんで、それを交換していきたいと思います。はい、今のナンバー灯ですね。スモールついた状態ですね。光ってないです。こっちはわずかに光ってる感じですね。こっちがつかないんで、これを交換していきたいと思います、はい、まずやり方なんですが、普通のプラスのネジがここに1箇所、ここに1箇所、ここに1箇所、あとこっちにですね、1箇所あるんで、これをプラスネジで取ってきます、はい、あとはこれですね、これをまあ大抵へばりついてるんで取るだけですね。そしたらこうやって出てくるんで、ここの部分ですね、爪があるんで爪をずらして、こっちも爪ずらして、あとこっちに引っ張るだけ。そうすると引っ張るとこれがこういうふうに取れるんで、あとはこれを交換していきます。これですね。キャンセラー付きってことで警告灯もつかないらしいんで、これ交換していきます。ここですね。こっち側か。あ、こういうタイプか。ここに入れるんですね。まあ、入れていきます。こうやってパチンってはまりました。そしたらこれを戻すだけです。これでちょっと一回点灯確認します。ものすごい光ってますね。一応こっちもぼやっと光ってるんですけど、全然明るさ違いますね。でこっちも、多分くっついてると思うんですけど、ちょっとこれも変えていきます。はい、やっと取れました。こうやるとこれが取れるんで、ここをピンを一回外に弾きます。このピンを外にずらします。こっちもずらします。はい、ずれました。あとは、はい、これで取れました。はい、なのでここ新しいやつをつけていきます。向き合ってるかな。点灯確認もう一回します。はい、はい、ちゃんと光ってますね。じゃあ、ここのガーニッシュつけていきます。はい、ガーニッシュつけました。すんごい明るいですね。これにて修理完了です。動画見てくれてありがとうございます。